シウコアトルの像。大英博物館像シウコアトルは、アステカ神話に登場する炎の蛇の怪物で、特に、ミツエロポチトリが、コヨルシャウキラと戦った時に武器として使用したことで、知られる。シウコアトルを持つミツエロポチトリ。ブルボンエ文書の模写、シウコアトルは、文字通りには、ナワトル語で、トルコイシの蛇を意味する。ナワトル語のゼフュートルは、タギ語で、トルコ石。 草、念などを意味する。ボルジアへ文書には、ショロトルが、シウコアトルを連れている様子が描かれている。46ページでは4匹のシウコアトルが、トルコ石の鏡を取り巻いている。同様の文様を持つ鏡は、チチェン・イッツァ・ヤトゥーラから出土している。シウコアトルは、火の神、シウテクトリを象徴する動物として使用される。 シウコアトルの登場する最も有名な話は、ウィツエロポチトリの誕生説話である。女神、コアトリクエが謎の妊娠をしたことを聞いて怒ったその娘の、コヨルシャウキと400人の弟は、コアトリクエを殺すためにコアテペクの山に登った。その時ウィツエロポチトリが武装した姿でコアトリクエから誕生し、盾、投げやシウコアトルで戦った。シウコアトルは、 コヨルシャウキの体を貫通した。稲妻は、しばしば、ウィツエロポチトリが、コヨルシャウキを倒した時のシューコアトルと同一視される。ありがとうございます。